本当だから自分が勝ってチャンピオンになってしっかりこのストーリーを完結させたいなって思ってます。父がチャンピオンになったの後楽園ホールなんですよね、プロシュートで。でその時にリングの上で抱っこされたのが2歳の自分で、まあ、あの時から32年経って自分が最後引退試合でまた後楽園の真ん中に戻ってくるっていうのはすごい感慨深いというか、やっぱりそういうストーリーだったのかなって思いますよね。どうも、スターキストの小倉拓也といいます。正直なんで俺が試合するのかなってこともあるんですけど、今ネキサスに出させてもらって今日で3試合目なんですけど、なんで戦いかということでやりたいなと思いますし、まあ俺も今年41歳なんですけど、年齢的にもまあ今やらないとやれないし楽しみだなって思います。でもまあ引退試合だったら腹を戻せてもないし、しっかり殺しに行って決まってみると、やっぱりなんていうのかな、まあ、ネクサスだからできたことだし、まあ、それこそ協力してくださった PFC さんだからこそできたことだと思いますし、まあ、あとはやっぱりネクサスの最後にも新しいこういう歴史を作ったんだって思ってるので、チャンピオンになって最高の終わり方ができたらなっていうのを思ってます。でも俺勝てると思ってるんですよ、周りはどう思ってるかしら、まあ、彼も楽勝で勝つと思ってるかもしれないし、まあ勝ちでも寝でもいいんですけど、結果1本か KO は取れると思う、まあ、勝って終わらせない、まあ引退するのは勝ったけど、まああの時も言ったけど、あえて言ってみましたけど、旦那も出せないので、しっかり戦争していくから、気持ちが今も変わってないから、やっぱり苦しかったっていうのは、まあ、キャリアの後半ですよね、うん、まあ、こういう商売なんでしょうがないですけど、その分得たものもあったし、何よりも勝って、結局自分も幸せになれるし周りも幸せになれたことですよね。協力してくださった皆さんとかにはすごい感謝してますね、うん、まあ小倉選手は本当プロシュートで活躍してた時から自分知ってたので、やっぱりそのプロシュートのトップ戦線で戦ってた選手で、まあ、北海道に行ってからまあ、チャンプになって、で、まあ、ネクサスに出始めてっていうので、自分は本当プロシュートとかディープとかパンクラスでトップで戦ってた選手っていうのはすごい尊敬してるので、やっぱりプロシュートのあの時代に、まあ、世界ランキング入ってタイトルマッチまでやったっていうのはもうすごい、もう自分はシュートの選手には本当リスペクト持ってるんで、はい、自分が上がらなかった舞台なので、もうそこで結果出した選手は本当にすごいなって思ってますし、まあ余計に燃えるというか倒したい気持ちっていうのありますよね。山田さんが SNS で去年の後楽園ホール終わった後に、まあ、これでファイティングネクサス第1章完って出してたんですよね。いや、まだそれ去年の後楽園大会で終わりじゃなくて、自分が引退してファイティングネクサスの第1章が終わりだと思ってるので、そうファイティングネクサスの第1章は渡辺修斗物語なので、自分が最後引退試合で勝って、それでやっとネクサスの第1章が終わる、もう自分はそういう風に思ってますので、これで自分の引退試合とネクサスの第1章が終わるっていう、はい、まあ、そういう筋書きですね、そういう物語だと思ってます。